そうな声、正直もう聞いていられません。だけど最後に教えなさい。研究室で一体どんなことが行われようとしていたのか。始末屋として不適合者の私に次はどんな任務が課されようとしていたのか。ううん、そうじゃないわね。それだけじゃあんたは怒らない。だから答えなさい、ハドレット。私は何をされそうだったの。本当、あんたはどこまでも秘密主義で身勝手でバカな子。
つもりはありませんよ。始末屋が標的を取り逃がしたりしたら、またあいつに余計な心配をされてしまいますから。